はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、まあ、サムネとタイトルにあるように、PayPay の先月の計画報告、〇〇円浮きました、ということで、まあ、今回は、先月、4月、PayPay を使ってみて、まあ、どれぐらいの PayPay ボーナスがもらえたかっていうのをお伝えしていきたいと思います。はい、ということで、早速、お伝えしていきたいと思うんですけども、まずは、現在は、第2弾100億円キャンペーンの真っ最中ということなので、まだ実際に、まあ、使ったことがないっていう方がいたら、まあ、どれぐらい実際に戻ってくるかなっていうふうに、まあ、イメージしてもらえればなと思います。それでは、まず、主に使ったお店なんですけども、僕は今回、まあ、飲食店、あとコンビニ等ですね。まあ、特に、ファミリーマートと、ローソンを使ったんですけども、まあ、ファミリーマートの頻度が結構多かったかなと思います。あとは、ちょっとしたスーパーであったりとか、僕コーヒーが好きなので、コーヒー屋さんで、まあ、豆を購入したりしました。それではまあ、もう早速なんですけども、実際にどれぐらい戻ってきたかということなんですが、まず僕が今回支払いした、まあ、総額ですね。4月でお会計した金額は1962円お買い物しました。で、そしてまあ戻ってきたPayPayボーナスはなんと4986円戻ってきました。はい。ということで、まだちょっと反映されてないので、まあ画像がちょっと薄く表示されてるんですけども、まあ大体20日前後に戻ってくるというような感じですね。来月、今月の20日前後ぐらいですね。まあなのでまあ思ったよりちょっと戻ってきたなというふうに思いましたね。実質僕がそしたら支払った金額としたらまあ 14,634円ということになるので、まあ5000円浮くってめちゃくちゃ浮くなと思いましたね。まあ特にちょっとしたそのスーパーとかでお買い物をすると、まあそこら辺でまあやっぱりスーパーって一人暮らしとかしてると行く頻度が僕高いんですよね。なのでそれで5000円浮くってめちゃめちゃ得だなというふうに思いましたね。で、まだPayPayしてないのということなんですが、別に煽ってるわけではないんですけども、まあこのキャンペーンっていうのは5月の末まで行っているので、まだPayPayしてない方はまあこれをぜひ機にまあPayPayのデビューしてみてもいかがでしょうかということなんですよね。っていうのもまあやり方などはもう僕の動画もいくつかまあ紹介してるので、まあそちらはぜひ参考にしてみてください。まあまだまだ続くキャンペーンということなんですけども、実はですね、5月の末で第2弾100億円キャンペーンが終わるんですが、以前動画でも紹介したんですけども、6月からも、なんと新たなキャンペーンはスタートするんですよね、PayPayはなんと。動画の概要欄とかにも、詳細は載せていますので、まあ、ぜひチェックしてみても、いいのではないのかなと思います。はい、ということで、今回は4月のPayPayの経過報告ということでお伝えをさせていただきました。もしちょっと参考になったなってことがあれば、ぜひチャンネル登録、あと高評価、あとツイッターもしてますんで、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。